よし、行ってきましょう。コブスパーティーブラッドドライブ実況プレイということで、はい、ごめんなさい、ちょっと前回ね、ぶつ切りで終わっちゃったと思うんですけど、はい、マッチと、あともう一つなんか燃やせるもの、まあどうせアルコールかなと思ってたんですけど、なんか固定されてて取れねえみたいなこと言ってたんで、まあちょっと今あれか、ロープじゃねえ、なんかワイヤーがあったのか、ちょっとよく見えなかったまあ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 、包帯さ、結構持ってたよね。あ、待って、ダメージでけえ。歩めの HP が少ないのか。包帯。あ、まあ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 。これ、チャプターまたぐと引き継がれないのか、もしかして。そういうことか。まあいいや、はい。多分あっち側にいてもしゃあないんで、とりあえずこっち側に行くと。多分どっかしらでアルコール手に入ると思うから、ちょっと名札がいただいておきますね。吐瀉物を喉に詰まらせ窒息死。間抜けじゃね？なんか今までで一番間抜けな死に方じゃない？雑な死に方選手権みたいなのになったらかなり上位に食い込めそうな感じではあるけども、お、この声は誰だっけあれ誰だっけ、あのメガネ、あ、そうそう、森重だ、森重、完全にあいつの声じゃん。角を曲がって覗くと通路の奥を森重が歩いていた。ガラケーなところにすごい時代を感じるけど、そうだよね、お前がちょうどこの廃校に閉じ込められた時期は確かにまだガラケーの時代だったかもしれない。そう考えるとお前は一体何年この廃校に閉じ込められているのか時代はスマートフォンだよ、如実に表してるじゃん。今委員長がスマホで持ってんのにさ、森重は今ガラケーっていう、すごい時代を感じる。リピーティッドフィア出たのってなんだっけ、2008年とかそんぐらいなのかな、ちょっと発売時期わかんないけど、多分そんなもんじゃない、もっと後かな、ごめん、ちょっと詳しくはわかんないけど。目はうつろう、泣きそうな表情で固まったような顔の森重、片手には携帯電話を持っていた。その声のトーンは正気のものではなかった。精神に異常をきたしているような異様な声。森重くん大丈夫、話しかけて。これまた今度にーじゃなくてまーゆーって言いながら追っかけてくる、ね、ちょっと似てたでしょ今ちょっと似てたでしょ。ピタッと止まり、しばらく静止する森重、やはりどう見ても様子が変だ。委員長、相変わらず声だけはいいなお前。漠然実質といった様子の森重は口を開いた。マユ、呆然か、知らないマユ、なんか別のフラでにーって言いながらなんか追っかけてきてたよ、いましたよ、なんか別のところに。森重の顔を見つめる歩みは目尻にだんだんと涙が浮かんでくる。責任を持って俺が、まゆ、あ、スルーなのね特に何かしてくるってわけではないと。まあよかったよかった、ゲーム的にはちょっとなんかね、物足りなさはあるけども、まあ俺個人としてはなんかめんどくさいイベントはなくていいんで、そこはありがたいですけど。手に持つ携帯は画面にひびが入って何も映っていない、ただ真っ白い光を出している。すごいね、霊力によって充電されてんのかスマホが、もはや何でもありだね。やっぱり死んでる。ふらふらとそのまま歩いていく森重、絶対助けるから、あなたも鈴本さんも、まあドップラー効果でなんかうっすら聞こえてくるけど、救急車みたいだなお前。本を、本をブックオブシャドウズを見つけなきゃ。まあそう簡単に言ってくれればいいんですけどね。ここはこうなんか階段だったよね確か、
扉が板と区切り頑丈に塞がれており、道具を使って負けられそうもない。つまりこっから先のマップは作ってねえよっていう作者側からの、制作側からのなんかメッセージみたいな鍵がかかっている。はあ、あれ、いけない、マジか。え、こっから先マップあったよね、なんでいけなくなっとるん。さてここは、お、あー向こう側に行きたいけど、ちょっと待って、気をつけろ気をつけろ。あー待って、光ってるな。ちょ待って、先にこっち行っちゃおう。先にワイヤーほどいて、なんかコンプ目指してるわけじゃないけど、なんか見かけたらとりあえず回収していくスタンスは、はい、崩してないんで、とりあえず、校舎をさまよう両親の名を叫びながら生き耐える、衰弱死、なんか一番悲しいかもしれない死に方としては。さて、あの光ってるものは、お腹すいたな。でもなんか何っけ、水は持ってきてんだっけみたいなこと言ってた。あ、それなんだっけ、ヨシキが言ってたんだっけ、食料と水がどうのこうのみたいな。何？私の好きないちごミルク蒸しパン。こわっ、おい、それいつの時代のやつだよ怖すぎでしょ。天神症タイムカプセルともいえるこのいちごミルク蒸しパン、意外とうまそう。いや、それだけ聞いたらうまそうだけど、さすがにそれ空気にはならないわ。消費期限は明日、大丈夫なのか。何年の明日なんだよ、何年か前の明日かもしんねえだろ、そこ重要だぞお前。さすがにそれ空気にはならない。しかしてミストさんが置いてくれたのかも。ちょっとこれ都合よく考えすぎじゃない。どうする、ここから考えられる最悪なことを考えよう。まあ、最悪消費期限切れてたとして、まあ、バッドエンドに行くのか蒸しパン一つでバッドエンド行くとか、ちょっと間抜けというほかないけど、ちょっと想像ができないんで、多分死ぬことはないと思うんだよね。そのままにしておくっていうのが、まあ安牌ではある。いや違うな、安牌は一応拾っておくか、拾っておいてなんかどっかで使えることもあるかもしれないから、食べるというよりは持ち歩いておくっていうのがベストかな。うん、いや分かんない、なんか後にここを訪れてくる人がこの蒸しパンを見つけることによってみたいなイベントも考えられなくもないけど、そんな深読みしてたら一向にイベントは進まないんで、拾っておきます。ここはもらっておいて、後で考えよう。ちょっと中間卓を取らせていただく。美味しそう。なんかコンビニあたりがなんか最近さ、なんかこういうスイーツ系とかやたらね力入れてるからさ。ちなみに俺も蒸しパンとか結構大好きな人間なんだけど、あの卵蒸しパンが好きですね、あの黄色い昔ながらの、あれめっちゃ好き。一時狂ったように食ってたけど、大学のさ、あの昼飯とかも蒸しパン1個とかで済ませてた時とかあるから、そんぐらい蒸しパンが好きなんですよね。あとあれも好き、黒糖のさ、あのなんだっけ、ちょっとあのレーズンが入ってるやつ、三角形のあれもうまいよね。基本的に蒸しパンがすごい好きなんで。5の絵の扉には鍵がかかっている。はいはい、こういう表現をするということは多分5の絵に来るということなんでしょう。はいはい、ちょっとなんかなんとなく分かりつつあるよ、メッセージの表記の仕方に。ここはガラッとお邪魔するわよ。わお、というか入っておらずストーブはつかない。なんかさ、あれなんだよね、マッチの火力を上げるものを探してんだよね、さっきからね。なんかない、そういう都合のいいもの。個人的にはなんかアルコール成分のあるものがあると嬉しいんですけど。棚の中に一般教室の鍵一つしか入っていない。え、取れよいや取れよ、なんで取んないの、それ絶対後に必要なやつでしょ、わざわざ言うってことは。なんで今取らねえんだよ、二度手間じゃん。誰かいる、またサラリーマンがこれ天神賞サラリーマン多くない。うー、あー、ボイスすらくれないモブが何を叫んでんだお前。鍵がない、俺の体理科室にある、あいつが鍵を持っている。誰だよ、あいつを探して鍵を理科室から出して
理科室、鍵。何を言ってるんだお前は。ちょっとこの、待って、ここはなんかない。うん、まあまあ臭いものの蓋という感じで、わざわざ見る必要性はないもんな。どうする？こっちが、もういけないね。ってなるとやっぱあっち戻るしかないのか、あのセーブしたとこ。だってもう他にさ、いやなんかイベントはちょくちょくこうやって見たけどさ、なんか目星アイテムっちゅうものは手に入れてないんだよね。そこがすごく問題ではあるんだけど、目下必要なものって本当にあれなんで、あそこを切り開くためのマッチの火力を上げるための材料だと俺は思ってるんだけど、いやまずそれが間違ってる可能性っていうのもまああるっちゃあるんだけど、ちょっとその体で動いてるんで、ちょっとまたなんかね、新たなアイテムを探索しなきゃいけないという。ちょっと下りそうなんで、ここもカットでいかん。ここまだ来てないね、ワイヤーが貼られてるってことは。メタ読みだけど、わざわざこうやって新たなギミックを用意してるということは、もうこっちに行けって言ってるようなもんだから、多分ここだね。ほら、いた。いい加減なんかアイテムくれ。アイテムの一つくれないと、ちょっと。現状本当に、今進展がないからね、このパート。何かしらちょっと話題性のあるものを頼むよ。おいた、誰かいる。また死んでる死人だ。あいつに会ったのね。誰のことでしょう。いいわ、そろそろ出してあげる。ここにある鍵を持っていけばいいわ。こちらの事情なんかねえ、全て分かった上でさ、なんか察してくれてる感醸し出してたけど、俺は何も分かってないよ。死体が何かを握っている。来た、理科室。あ、もしかしてなんかあのさっきのリーマンとつながりがあるのか。いやでもこれでかいんじゃない。理科室ということはだよ、アルコールあるでしょ絶対。現状だってさ、アルコール成分がある場所の第1位のあの保健室が潰されたから、もうここまで来たらもう理科室しかないでしょ。教育実習生は仮の姿、ある組織の秘密情報を掴んだ者を抹消しようと、抹殺しようとしたところ反撃を受けた、傷が元で失血し。何なのこのある組織とか機密情報って。黒の組織か何かか、ボーバーロン、スパイだらけ、もろネズミで溢れ返ってるというあのガバガバな、なんかな、純粋なホラーゲームとして俺は楽しんでたはずなんだけどな、コスプレイヤー集団が出てきてからというものもなんか完全に恐怖感も薄れ始めてね。ちょっとみんなどう思う、ここら辺に関しては本当にね、俺だけじゃなくて多分いろんな人賛否両論あると思うんだよね。あ、こっち行けないか。理科室ってどこだっけ。まあいいや。なんかさ、そういいんだよ、なんかスパイスとして、まあ必要ならわかるんだけどさ、その魔術とかさ、なんかそういったものが、あいつらちょっとさ異世界感を出しすぎなんだよね。なんか出すにしても他のキャラクターいたでしょみたいな、わざわざあの中二病臭さあふれるあれとかさ、格好とかさね、ましてあの鎌とかいらないだろう。あれ必要か本当に。本当になんか異能バトルもののねゲームみたいになってきちゃってるけど、それでいいのかっていう、コープスパーティーが向かう先は本当にそんなんでいいのかっていう、ちょっと辛辣な意見かもしんないけどさね、もうちょっとなんか追求するべき場所をさ変えてほしかったよね。これじゃないよね、なんかね、絶対あの釜女はいらなかった。そしてもうちょっとキャラクターもさね、なんか現実寄りというか、あんな中二病臭さ全開のキャラじゃなくて、もう少しやりようがあったでしょっていう、そういう風に俺は思ってるんですけど、皆さんはどう思いますか。ちょっと危ない、瓦礫がいっぱいある。あ、理科室ここか。あれ理科室ってここだっけ。ここあれだよね、保健室がある通りだよね。東大元暮らしだね。まさかこんな近場にあったとは。さすがにアルコールあるだろう。ちょっと危ない、巻き菱のように置かれてるけど。棚の中にある眼球と目が合った。目と目が合うってやつね。
名札回収させん。ちょっとね、疲れのとこ申し訳ないですけど、精神的衰弱により死亡。うん、メンタル弱々だったのかな。まあ、弱々っていうけど、こんなとこ閉じ込められたら常人は発狂するよな。なんかない？ちょっと懐かしいな、理科室。なんかさ、やたら理科室の水道だけ水圧高くなかった？よし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 、ちょっとでいいのにさ、ブワーって出るよね。ハイドルポンプ発射みたいな感じで、それでいいの水圧みたいな。ちょっと他の教室の水道とはレベルが違った。昆虫の標本、違うんだよ、アルコールが欲しいんだよ俺は。アルコールをくれ。もうなんだ、酒でいいよもう何でもいいからアルコールをくれ。完全になんか表現がアル中のそれだけどさ、ちょっとない。待って、本当に理科室なかったら終わりだから本当に。来たー、オッケー、音声認識、これは来たでしょ。まだ火力が足りないとか言ったら俺はこのゲームを投げ出すぞ。あ、噂をすればカマ女、パイパイ丸出してカマ女。でだってお前みんなどう思う、これだよ、コープスパーティーの世界観に合わないでしょ。どういう状況なんだよちょっと場面が理解できない。このゴミも連れて帰れ、クズが。私の学校にまで押しかけてくる困ったお客さんね。死ぬかみそぎだよ、涅槃に行く前に 2,3 人殺しておきたかったんだ。お前が出てくるゲーム間違ってるぞやめて。どこに行くの、お前が逃がしたあいつの代わりにお休みするか。ですけど、なかなかお前も汚い声出してたよ。普通に職質案件だよな、こいつが街中にいたら。萌え萌えパワーでハピハピになーれ。こいつ普通に天神署で死んでほしいね。つまんない、やっぱ殺すなら張り合いのあるやつだよね。あのビルの屋上ですごい対決したっけな。だから世界観が違えんだよもうさ、ラノベでやってくんね、お前らの戦いは。ナホさんも何やってんの、あなたそういうキャラだったっけ、なんなの本当に異能バトルものになりつつある。さえのきなナホちゃん、私が殺したかったね。携帯電話を開くと待ち受け画面はナホの写真だった。レズじゃんこいつ。ナホの顔がうっすらと黒くなっている。待ってよ、存在まで消え始めてるじゃない。もう、熱く。人殺
殺す気泣いてきたんだよね。くっそ、観念してそろそろ行くか。篠崎歩美もいい加減熟してきてるっしょ。なんだっけ、はい、そうだそうだ、目半よ死人を迎え。よしき、それおっぱい掴んでない。いよーた、ちょ、なんだお前。篠崎がなんだって、この野郎。離せ、殺すぞ。何触ってんだよ、おっぱい触んな。うるせえ、向こうにいたらいくらでも謝ってやら。さっさと飛べ。こんな、なるほど、取り返すというよりは強引についていくっていう、悪くないね。サトシとかマジで空気じゃん。もうなんかサトシとヨシキどっちが主人公って聞かれたら俺多分ヨシキって答えると思うんだよね。っていうぐらいサトシは何もやってないですけど、いいんですかね。岸沼くんって言ってた頃ぐらいが全盛期じゃない、このゲームの。サトシ、お前はそれでいいのか。いくら本作のメインキャラが歩みとはいえ、前作主人公が本当にそれでいいのか、俺は疑問でならないよ。さて、まあ、とりあえずアルコールとっていうか、まあ、アルコールランプと、なんだっけ、あ、そうそう、マッチは手に入れたんで、まあ、これによってね、あそこのこちらね、ちょうど、あれこっちだよね、ちょ、なんかあれ、お前天神ショー何回目だよっていう、まだ覚えられてねえのかよってツッコミが飛んできそうではあるけど、確かこちらってらず、トイレのとこだもんね。よし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 、これでいいんじゃないのか。よいしょ、オッケー、さあ行きましょう。ここでようやっと使いどころさんが来た。はい、マッチ、オッケー。遅くない？火出てから逃げるの遅くない？髪の毛がなくなり、扉が開けるようになった。開けるようになった。ん？何か来る、隠れなきゃ。これ以上何が来るってんだよ。そっと入り口から外を覗くと、レイはどこにもいなくなっていた。あ、やっぱ持ってきてんじゃん。ペットボトルを取り出し、水を一気に喉の奥に流し込む。水があるのは随分気持ちが楽だわ。まあ確かに、最悪食料なくても水さえありゃしばらく生き残れるもんね。鈴本さんはさっき出会ったし、森重くんもさまよっていた。きっとみんなの魂はここにいる。早く生き返らせてあげないと。水なんて出ないよね。分かってたけど。そうだ、今なら霊もいないし、しとこ。あ、しとこしとこ。へいへい、カモン一万円。篠崎牧野さんの家という、どうしてこうトイレが近いのかな私。まあ歩みよりは正直例の妹の方がトイレ近いから、これはコープスパーティーシリーズ通して言えることではあるけど。あー、なんかヘドロみたいなのが、じゃない、血だこれ。
出口の木の枠があるのにその中身は壁だった。は？え、どういうこと？出口の木の枠はあるのに、あー扉じゃなくなってるってこと？わわわわわわわ、ちょ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 なんかすごいことになってる。いや、言うてそんな深くなくない？足つきそうじゃない？普通になんか学校のプールぐらいの深さだと思うんだけど、見た感じ。天国の父よ、全能なる神よ、不浄なる魂に憐れみよ。なんか世界観めちゃくちゃだなどっから出てきたんだよ、神主。この者を打ち据える一振りの剣をお与えください。まあでもさ、言うて歩みもさ、助け求める一番最初の相手がこうやって騎士ぬって出てくるあたり、脈ゼロってことはないと思うんだよな。脈なしってことはないと思うんだよね。どうなんだろうね。ただリピーティッドフィアじゃ本当に闇落ちするぐらいサトシのこと好きだったからね。このままだと部屋が水で埋まって。あ、これ待って、分かったぞ俺。これ制限時間制なんすだな。お姉ちゃん。え、なんすか。私の方に泳いできて。あ、はい。お前どこだよ。こっち。どっち。こっち。どっち。わかりす、こっちだよ。え、どこ全然違くない？え、こっちだよ。はい、わかりました。ちょ、待って、難しい。この辺あー、いけた。わかりづれえわお前もうちょっとやり方あったでしょうよ。わかりづらいわ。間に合った？大丈夫？あゆみの声優さんマジ大変だな。くえキョロちゃんかな。ゆきちゃん？ん？ゆきちゃん？ん？あーあーあああ、びっくりした。急に会話が途切れたから何事かと思った。はいはいはい。あなたに会いたかったの。元気だった？というかゆきちゃん意外と身長あるね。委員長がちっちゃいだけ。幽霊に元気っていうのもおかしいかな。あはははっていうブラックジョーク多分昔の状態だったらぶっ殺されてましたね。ブック・オブ・シャドウズ。ユキはその手に大きな本を持っていた。ユキちゃん、あのね、私その本が必要でね、また来たんだ。そうなのよ、ちょうどそれを欲してたのよ俺は。それ見せてもらっていい？不穏じゃない、なんか渡してもらえるとは俺到底思えないんだけど。手を伸ばすとユキはすっと体の後ろに本を隠した。ほら、その本あなたにも大事なものなのかな。は？おい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 、お前最悪な展開だよ。何やってくれちゃってんの。なんかあれ思い出すな、石ころ2つ、あの産業廃棄物2つあれもヨシキがポーイって投げて。よくまあ物を投げられますね、あなたは。なんてことするのユキちゃん。キキ
乗っ取られてる、もしかしてそういうことではない。キちゃん、ちょっと変わった。変わったというかこれなんかさ、さっきは正気を保ってたけど、これあれじゃないの、今何者かに乗っ取られてる状態なんじゃない。そういうわけではない、違う。なんか様子が変だよね。今話しかけちゃまずい。あ、消えた。はー、ゆきちゃんなんか前世紀に戻ったね。前世紀のなんか悪霊としての、お、これは、ヘイヘイヘイ、金の板ゲッツ。こっちというよりはこっちだよね。置くとしたらここだよね。はい、もう使えと言わんばかりに。ちょっと待って、ここの棚とか資料まとめたもの、はいはいはい、ここどこ、ちょっと待って、立地がわからない。これなんだ、どこだ。あー、資料っすか。はい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 、ということ、ちょ、待って待って待って、わかった。え、こっからどうすんの？え、ここ、こっからどうすんの？え、ブックオブシャドウズ拾いに行く？いや、でもなんか、外出れるルートないよね。ちょ、ゆきちゃん、マジで何やってくれちゃってんの？おい、何やってくれちゃってんのよ。そしてすごくセーブがしたいんだけど、俺すごくセーブがしたい。こっちのセーブするとこあったっけ。あったよね、確か。あれなかったっけ。あーっと、まあまあまあいいでしょう。今待って待って、 HP 飛んだもん。あ、全然食らってねえわ、全然食らってない。で、ちょっと待って、時間が今どんなもんだ。はいはいはい、まあまだいけるでしょう。とりあえずさ、あれ待って、一般、あれあれと一般教室のさ、なんか鍵がさ、どこだっけ、どっかになかったっけ。拾えねえっていう、今拾えないじゃんみたいな。それをさ、ちょっと待って、ね、こっちこう来て、どこにあんだっけあれ。上じゃないよな、待って、確かあの森重のイベントがあったところだから、ここが資料室。ちょっと待って、場所が場所の把握できない。こっちか、こっちだこっちだ。こっちにこう行って、ちょっと待って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 、こう通ってピョンと行く、よいしょ。なんかこれだけ HP と包帯があると普通に通過しちゃって大丈夫な気がしてきた。あんま木の板とか気にしないで。木の板というか何、破片。そう、こっち降りて、こっち降りて、このままあれだよね、北に直進だよね。で、こっち行きの、あー、ちょっと体力ないな、委員長。あー、でも絶対なんかさ、意味深だったもん、鍵が一つだけあるって。絶対後に拾いに来るってことのね、拾いに来るってことを示唆してたからさ。リーマンいなくなってるし、あれ結局何だったの、あのリーマン。ここだよね確か、これ使え。なんで、だからさっきそれ思わなかったんだよお前は。オッケー。そしてその一般教室はどこなんでしょうか。いっぱいあるんですけど、一般教室、どこかの一般教室の鍵。はいはい、ここだよ。一般教室って言ってもさ、これも一般教室。地下。
あれこれ何1の5だっけ、ん ?5 の A が、はいはいはい、あ待って、なんかあるけど微妙に拾えないからこっちから行かないと。ちょっと待って、拾えない、包帯、包帯このゲーム始まってからさめっちゃ手に入るけど一度も使ってないんだよね。ちょっと待って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 、なんかワイヤーがめっちゃあるからちょっと一旦切っとこうか。他なんもねえな。これ何？この謎の高齢術に使うものだ。コックリさんみたいなものね。はあ。何言ってんの？2階から声が聞こえてきた。2階？この立地で2階ということはここの真上ってことだよね。ここの真上、とりあえず上上がるか。上がれねーちょっとめんどくせえ立地してるよな、やっぱな天神将ってな。すぐに上に行きたいのに上に行くことができないっていうこのめんどくささ。ここ1階なんだっけ、ここ1階かで上のフロアだから、ちょっと待ってね。あう、もういいよ今更だよ、だいぶ今更感あるわいいよいいよ。でここから上、こっち、これいけるよね。あ、痛い。ちなみにさ、なんかこういう鍵がかかってる。あ、いけるね。さ、ちょっと待って、割と暗使うか、なんか全然使ってないけどなんか申し訳なくなってくるんで使おう。はい、おお、あ、待って、 HP を少し回復する、あゆみの大好きなパンこっち使った方が良かったんじゃない、むしろミルク蒸しパンの方がコスパ良かったんじゃない、今の状態だと。っていうか全然危険アイテムじゃなかったっていう。はあ、じゃあ本当にあのコスプレ野郎が置いてってくれたっていう可能性も出てきたね。ここか、つうかこいつあれじゃね、あのトイレに入った時に聞こえてきたあの声じゃね、神主って言ってるし、なんなのこいつ。もうなんか天神将本当にツアー始まってんじゃなっていうぐらいあれなんだけど、なんかツアー部外者が、全能なる神よ、え、不浄なる魂に憐れみよ、主よ、この者を打ち据える一振りの剣をお与えください。え、気がつくと、教室の中央に女性が背を向けて立っているのが見える。真っ黒な教室よく見えないが服と髪でなんとなくの形がわかる。なんすか、何者すかあなたは。おお、冷静に対処していく危ない危ない危ない、待って待って待って、セーブここはここは落ち着いてセーブね、ちょいいところにあるから、ちょここは上書きしていい。よし、でこういったイベントがあった後にもう一回入ると何かしらあるんだよ、こういう時はな、絶対そうだから。いなくなってる、ほらいなくなってる、ほら何かある、こういうことよ。渡り廊下の鍵、あ、待って、渡り廊下どっかにあったな、待って、渡り廊下どこだ、渡り廊下どこだ渡り廊下知ってんだよ、どっかにあるんだよな、どっかにあるんだよな、わかる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 んだけど、わかるんだけどどこだっけ、どこだっけ、てかここ何階だっけ。だいたいさ渡り廊下っておそらくあるのって1階なんだよね、
ここって何階？あ、ここ2階だから、ここから下がってなんか右端の方にあったんだよね、渡り廊下。多分それでいいんじゃないかな。渡り廊下ここら辺、あ、ここだ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 、思い出した思い出した、ここだ。あー、もういいや、いや、もう包帯あるし、チーズ蒸しパンあるし、チーズ蒸しパンじゃないけどよし、合ってるよね。でこっから急行車に行くんだよね確か。ほらほら、覚えてる覚えてる、ナイス記憶力。え、どっち行くの？てか外、あ、ま、待って待って、ブックオブシャドウつってなんかな、確かだよねだよねだよね、オッケーオッケーオッケー、シンクロしてるやちゃんと俺の思考と。いいよ院長、というか中庭初めて出たかもしんない。お願い見つかって、どこだ、なんか天神症の外に、こっちにはない。すごい名前、主人公特有の第六感によって脱出しようと天神症を囲む森に入り、さまよい歩き衰弱し、かわいそうに。天神症からさ、こうやってなんか外側に出るってなんかねえ、ないよね。多くのナメクジがうごめいている。ブックオブシャドウズどこすか、え、ないよね。あとなんか意外といけそうでどこもいけないっていう。あれ、あ、なんか意外と狭くない？狭いよね。え、なんか、ん、ちょっと待って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 、内側は行けないってなると逆か。あ、あるじゃんあるじゃん、これじゃん、あった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 、あった、意外とあっさり、やったこれで、これで。しかしよくよく見ると緑色のハードカバーのその本に違和感を感じる。やっぱそうじゃん、俺だって言ったじゃん、甲子園の可能性もあるよって言ったじゃんね。勝手にブックオブシャドウズってね、思い込んでただけだよね。でゆきちゃんがさね、体操大事そうに握ってたあの本さね、思い出の詰まった甲子園の可能性だってあるわけじゃない。でそれを俺らが勝手に勘違いしてただけだからね。黒の本、ブックオブシャドウズってこんな感じだったかしら。違う要素で広辞苑だよ。地面に置き歩いて、あ、え、開いて中を見てみると、解体新書のような古い図の入った医学書のようだった。相当症、脂肪症、相対妊娠、子宮内胎児死亡といろいろな項目がある。歩みの心をまたもや不安が埋め尽くしていく。実はまだユキちゃんが持ってましたみたいなオチもありそうだけどね。なんかあれ性格悪そうだったし、あの子ほらわざわざ煽りに来たよわざわざ恩の片手になんか煽りに来たよこの子。ユキちゃん、何をしているの？ていうかなんか実体化してない？青白い光がなくなってんだけど、この子実体化してるよね。どうしたんだよ。あなた誰？誰だよ。いやマジで誰？いやマジで誰？何者？どうしたのお前、なんかすごい血まみれだけど。愛子さん、その子から離れて、恐ろしいことになるわよ。離れるようにもなんかオブジェクトに周り囲まれてるんで避けようがないんですけど。あの子誰なの？あんまり難しい操作を求めないでね。
サチコこんなブサイクじゃないよ。もっと可愛いもん。今はそれどころじゃないの。聞いてあゆみちゃん、いい？あなたはここへブックオブシャドウズを求めてやってきた。そうよね。そうだよ。はい。この学校にブックオブシャドウズなど花からないわ。あるのは本から飛び出した涅槃だけ。ここから得られるものは何もない。なんやねんそれ。それなんだよ。骨折り損のくたびれ儲けじゃねえかよ。何しに来たの。もう完全に自殺しに来ただけじゃん。そら笑われるわ。誰なのか知らないけど。そんな、私が念写してしまったのはあの子の悪意。人をたくさんここに呼び寄せるための罠。お前えらいことやってくれたな。え、愛子めっちゃ先輩じゃないこれ。煽るだけ煽っといて、なんか結局何もこちらの利になることは何もしてくれてないっていう。見て、すべてここで拾った写真よ。さまざまに変色した写真は種類や年代、汚れ具合はバラバラだが、どれも全く同じ構図の写真に見えた。愛子さんの写真とさっくり。誰が念写してもこの写真になるのよ。ただし映り込むものが違うの。連写する人間によって違った求めるものが映り込む。女の子の手に持っているものが全て違う。間違い探しみたいになってる。完全に間違い探しゲームじゃないか。ありもしない本の罠に釣られてのこのこ来ちゃったのよ。私たちはここはあの子に支配されてる。みんなすぐに狂ってしまうわ。このままいたらダメ。すごく恐ろしいことが起きてるっていうことは伝わってくんだけど、結局あいつ誰なんだよ。今すぐ逃げるわよ。早くしなさい。耳尖ってたよ、なんかエルフみたいに。何者なの。めっちゃ見てくれてるし、なんか待ってくれてる。今重要なこと話してるからまだダメだなみたいな感じで、すごい常識のある子だと思うんだけど、耳尖ってるけど誰なんだお前。愛子の手には野犬か何かに噛まれたようにえぐれて指の白い筋が見えていた。早くねえ。うん。でも私幸せの石を持っているのでしょう。早くそれを使って助けて。ないです。持っていないの。ないです。一緒に来た人に行かれて、その人もいなくて。これは絶望しますね。すげえ待ってくれてんじゃん。すげえいい子じゃん。可愛くねえけど。サチコの方が100万倍可愛いんだけど。なんだこのブサイク。めっちゃ待ってくれてんじゃん。あ、まあさすがにな。さすがにしびれ切らしたよな。ごめんな、シカとして。え？発火しましたけど。これ退場ですかな、愛子さん。何かないの。蒸しパンしかないよ。どうすんだよお前。え、あー、ペットボトルあったね。そういえば足りる。何かけたの。お前ガソリンかけたぐらいの勢いだぞそれ。よくあんだけ燃えて走れる元気あるね、あいつ。どっちへ行ったんだろう。アイコさん、もう電池がないわ。どうしよう、これが切れてしまった。
嘘つけ、無限モードだから全然使えるぞ。急がなきゃ。とにかくアイコの後を追う歩みだった。お来たね、ようやく。よし、キエ。くそ、なんとかたどり着いたが、結局みんな最終的にあの鎌女をぶっ殺して強奪して帰る感じか。なミスト臭いんだよな、あいつな。今のとこ味方ムーブしてっけどさ、あいつさ、なんか最終的に裏切りそうじゃない？というかまあ実質裏切ってるようなもんなんだけどさ、別行動中だし。お前ここにいるのか。篠崎のろうそくじゃねえか。よくまあ長持ちするよね。やっぱそうだ。この近くにいるのか。待ってろ篠崎、今行くぞ。ただこれはかっこいいね。危険を顧みずに惚れた女を追いかける。わあ、ここで終わりか。というかなんかあんまりナオミの出番なかったね。チャプター3のアイコンナオミなんだけどさ。To be continued。 はいはいはい、しますせー。はい、ということで、まあチャプター3までね、無事に実況を終えたということで、まあ、あ、実績が解除された。はい、まあいいところなんですが、残念ながらね、この実況動画はチャプター3で、まあ、終わるという約束をした手前、ここでね、終わらさせていただこうかなと思います。はい、まあチャプター4以降に関しては、まあ皆さん、おのおのでプレイしていただくか、まあなんか、そのうち、まあ誰かしらの動画で上がると思うので、まあそちらの方で楽しんでいただくのが一番なのかなというふうに、はい、思います。聞いたところによるとね、チャプター10ぐらいまであるらしいんで、まあ、結構な超大作になってるんですね。ここまでで、ね、もうなんかすごい時間を、まあ、要してるんですけど、あのチャプター3の最後に至るまででもうなんかすでにパート数はね10超えてるんで、本当にねこのゲームボリュームがすごいんですよ。まあ、ちょっとね、無駄なところ読み飛ばさないで、今回ねセリフみんな聞いてるんで、その分、まあ、時間がね、無駄に消費されてるっていう部分もあるんですが、まあ、そんなこんなでね、まあ、本当に長いゲームなんで、まあ、皆さん、気になった方はご購入してね、やっていただくのが一番かなというふうに思いますね。スイッチ版も出たし、はい、気軽にね買うことができるんで、どうぞ楽しんでこのコープスパーティーのね、世界を楽しんでいただければなというふうに思います。俺はね最初から通して言ってることだけど、あのコスプレイヤーたちは打足だと正直思ってるけど、それ抜きにしたら本当にね、面白いゲームなんで、まあまあまあ楽しくプレイしていただくのが一番かなというふうに思います。ということで、ちょっとね今回のパート長くなっちゃったと思うんですけど、まあとりあえずね、コープスパーティーブラッドドライブの実況プレイ、ここで終了させていただこうかなというふうに思います。はい、お疲れ様でした。